どうもジッサマです。どうもヘリウムです。2人合わせてブルモンスターズです。はい、どうもジッサマです。今日はですね、ジッサマがメインで喋ります。ちょっとね、ヘリウムさん元気がないみたいなんでねあれなんで不思議だねじゃないの。あれ、ちょっと待って、メンツがね変わりました。今ね、花田シティまで来ておりますけどもね、これからゴールデンブリッジやったかな、ゴールデンブリッジに行こうと。なんで不思議なので、人影もゲットしたんでね、ちょっと、はい、パーティーが変わりました。人影ね、そこでね出てきましたそこで出てきた、はい、行きましょう。さあ、ここにピン、はい、ライバル登場ですねアジ様来た。うわ、アジ様か。ポッシャヒ何これ、ジ様大丈夫語彙力低かったな。ジ様チンパンやからなしょうがないな。ポケモン界ではビッパと呼ばれてますからねさあ、上位のビッパ2対1だ上位のピジョン、リサマ人影なんだね。そうだね、まあ、うん、別にいいよ、同じでだろうが。ちょっとレベル、リサマ一人でねちょっとレベル上げてたんだけどね、うん、上げすぎちゃった感はね。せっかく泣き声、頭突き覚えさせてよ、技マシンって言われたとか。お前な、まあ、多分一撃で終わっちゃうでしょうけど。ローチュン強いですね。ローチュン強いな、うん、もう地面に足ついてないからな8個、人影ね、人影2匹ゲットしてね、1匹は爺様があの適当に名前つけて育ててたらクビになりましただって進化させちゃったんだもん。ニョップルっていう名前つけたんだけどねニョップルって名前つけたんですけど、なんかクビになって新しい人影の方がいいということでねなんて名前だったっけ、人影は。ハチコっていう名前になってそうですね初代アニメポケモンですかねの人影がね、ずっとこう確か主人を待ち続けるような人影やったんですけどもね、そのイメージからかこう中堅ハチコのイメージ、あ、声が当てられた、いい声、ベベベベベベベそんな可愛くない可愛ない感じちゃうでまだレベル13回レベル上げてくる。あ、かわいいEVの方が強いらしいんですよね、ピカチュウより。あ、そうなの、うん、あ、落ち着いた。何だったんだろうな、何だったんだろう。この先にね、あの、うん、ポケモンマニアがいるんでね、そいつに会いに行かなくて、ね、出して悪かった。ああ、そうね、はいはい、うん、聞いてもなくね、ニドリーナだったんだ。人のことをしゃべるポケモンだったんだいい声だそうです。はい、この先でね、おじさんに金の玉もらえた気がするんだけど。あ、ほんまに、ここおじさんの金の玉あげるよ、おじさんの金の玉って。そこの民家やったかな、金の玉くれるのは。そう、ゴールデンブリッジ余裕ですよ、ロール中、うん。トカゲは13レベルになるまで火の粉を覚えないからな。あ、頭突き覚えさすの忘れた。あ、コンパン。パン。いいポケモン持ってんな、こいつも。なんでモルフォになるまではさ、サナギがないんだろうね。そうだね、こいつはいきなし進化するもんね。企画しかない。まあ一撃ですよ。うん、でね、実様のね、うん、ポケモン、はい、コイキング。はい、パオン、パオン、パオンですけどもね、パオンもね、名前何だったかなって思ってない私パオン順調に今レベル上がっててね、今15レベルぐらいできてるんでね、もうちょっとでね進化するんでね将来パオンはエースになるはずなんで、うん、だヘリウムさんがね、シャワーズとかいうねクソポケモンが好きなせいでね、こうね交代を強いられるような気がしてならないんですけどもね。いや、シャワーズより、うん、ラプラスだな。ああ、水かぶるやん。間違えた。え、技マシンだね。技マシンケース。はい。メインで操作しているのはヘリムさんなんでね。はい、実様の横でついていってる女の子ですわ。8個。うん。でで。あ、パオン16まで上がってるやん。いい感じだね。え、パオン続きは覚えないんだ。覚えない。跳ねるとパイアタリしか覚えないからね。パオン続きってちょっと無理あるな。うん、他に誰か育てようかな、ちょっと待ってくださいよ。育てるの、うん、あ、せっかくなんで畳もちょっと出てもらいたいですね。畳ちゃんも強いと思うよ、
あ、ダメだ。そうしたら8個の後ろにしないとダメだからな。うん、何でもいいよ。まあ、いっか。パオンでもいいよ。まあ、とりあえず変えないの結局。え、変えない。あ、そう。あれ、変えてないよね。変えてないよな。変えてないです。はい。はい、すいませんね。2人目は私。ミニスカートだ。この世界はロングスカートがいないんだね。そうだね。流行りじゃないんだ。まあ、ベテラントレーナーだったらロングスカートで出てくるかもね。ほう。あ、不思議だねがいれば。わあ。不思議だねがいれば。だねだね。ちょっとレベルが違いすぎるんだよね。そうだ。で、突っ切った。でしょ。おお。コダックは倒れた。ちゃんとゴールデンなんだね、この橋。はあ、昔はゲームボーイだったから色が白黒だったから。そうだね。こういうシーンはね、ゲームボーイカラーで見てもね、うん、まだ変な色やったから、うん、ちゃんと綺麗な橋なんだね、これね、うん、どんどん戦って3人目だんだんだん。ちょっとね、リサマがあのパオンを強くしたいってことで、うん、こっそりあのこっそりっていうか、ヘリムさん見てたんですけどね、横でね、レベル上げしてたんですけど、そこで人影見つけたんだけど、ちょっとね、育てすぎたね。ちょっとね、その代償がでかすぎたね。一瞬で終わるんやけど。育成とかいうレベルじゃないね、もうね。だってこのニョップルじゃない方の人影に回ってこないもんね、うんうん、そうだね。ニョップルじゃない方、ニョップルじゃないよ、名前わかんないけど。嘘、8個8個か。ニョップルじゃないよ。ニョップルじゃないよってなんだよ。見てる人ニョップルがまず何か分かんない。ひどい、ひどい実況だ。ニョップルってなんだよって。モンスターボール3個手に入れた。まあ、こういうね、戦いが続くとね、うん、モンスターボールちょこちょこもらえるからね。そうだね。いい。野生のポケモンでレベル上げするためにね、実際まあ50個ぐらいモンスターボール投げてるんでね。なんかモリモリモンスターボール買われてた。お金めっちゃ減ってる。あ、ミオスだ。かわいいね。お、表情がある。しかしミオスごときロロチュウの敵ではない。なるほど。よし、円幕しとこ。ああ、やばい、ひるんでわざわざしない。頭突き見るチャンスが。頭突き、ちょっと。まあ猫だましはもう来ないからね。そうだね、はい、猫だましは1ターン目にしか使えない先制技ですね。相手が絶対ひるむっていう、うん、コンボがあったね昔はね、うん、あの猫だましでひるませて、うん、投げつけるんで王者の印を投げつけてひるませてっていう、うん。そしてトンボ返りで帰っていくって、あのエイパムの進化系のエテーボスってやつがよくそういうのしてたんだけどね、うん、なんかすごいいやらしい。でまた戻ってきて猫だましするんだけど、うん、そういう戦いが戦法があった、ね、あんま強くはなかったね。あ、そうだね、火力は低いね、うん、キャンプボーイや、あ、初めてや、前だ。あ、ワンワンを、お、ワンワンをってことはこの辺で出てくるのかな、出てくるのかな、ガーディ、人影を手に入れた今もうガーディなんてね、そうやな、用なしだぜ。来たけどね、ガーディ結構あのワイルドボルトとか、うん、あの電気系の技とか覚えたり噛み砕くとか、もう守備範囲が広いからね、うん、結構強いね、うん、強いというか器用貧乏ではあるんだけど、うん、なかなかいい仕事できるポケモン。新速も覚えたっけな確か、うん、先制技も覚えるし何でもできる、うん、フルアタック系で攻めると意外といい勝負できたりするね、うん、お、やった、金の玉もらえた。あれ、おじさんの金の玉って言わないの。俺の金の玉、あれ、俺の金の玉だよ。入れないよ、入らないの、入ってよ、入れよ。無理やりなんか入れられた、金の玉入れられた、金の玉入れられた。ひどい。お、ズバッと毒飛行タイプ、うん、
カチュウの電撃があれば一撃ですけども、まあ、まあ、関係なくローちゃんが強いゴリ押しだね、ローチュンか、かわいいね、見た、影かわいいよ、あの顔、顔口開いてる、もう人影だから、こう実際にいたらヌメヌメというか、こうツルツルしてるのよな、ウロコっぽいんかな、トカゲだし毛は生えてないでしょ、きっと、うん、そうだね、うん、多分爬虫類なんだろうね、ドガース、エスパーポケモン欲しいね、あーそうだね、結構毒、敵というかロケット団の人たちはこういうの出してくるからな、エスパーな、エスパーがなんかミュウツーのイメージが強すぎる、いやみんな大好きスリーパーがおるやん、えリーパーブローリーパー人さらいポケモン11レベルに上がった、もういい盛り上がるな、お前ほんと強いな、まさきの家までこんな遠かったっけ、遠いよ、まだいっぱいトレーナーいるよ、あそう、右に曲がっていかないか、ね、あそう、あそこに人影おるね、まだジムも行ってないんだよ、あほんまやな、誰やら、グリーンとかかな、違うわ、全然違うわ、あこのエリアのなんかあの人じゃない、このエリアのボス、ああ、あれ、あ違うわ、すごいトレーナーにあげたい、おういや、いらないよ、もう持ってるよ、もう持ってる、いや、もう持ってる、はい、まあ、もらいましょうか、はい、トカゲもらった、ここにいるけどね、うんうん、あ、ということはこういう感じで御三家はもらえるんだね、誰かから捕まえた数に入らないんだね、もらったから、あそうだ、ね、2匹も捕まえ、じゃあ、うん、この先にあれかな、うん、これ不思議なのもこれもらったんですけどね、うん、そうだね、うん、花田の洞窟見に行こう、うん、ってことはあれだね、ゼニガメももらえそうだね、そうだね、あ、ガールスカウト、まあ、あ、そういうのおったな、女の子だ。女の子だ。キャンプボーイだった。キャンプボーイだった。女の子に見えた。女の子に見えたな。ともひろくんです。ぬるちゃん。ポンポン。ここでマダツボミを捕まえれたイメージがあるけど。マダツボミ。ああ。ただ、多分ピカチュウバージョンだと、うん、あのアルキメデスだよ。アルキメデスよ、ね。アルキメデス。誰？なんだっけ。あのマンドラゴラ、謎の草、アニメで言ってたけどななんかそうなんだよね、確か出てくる僕も違うんかな、違う感じするけどね、うん、あんな早い段階でサンドとか見なかったもん、ああ、アイテム落ちてる、ズリの実、ほう、この先にね泳いでいくとね、おお、泳いでいくと、うん、あ、コンパン、コンパン、泳いでいくと花田の洞窟がある、ね、うん、懐かしいね、スマイル、せーの、なんかよく跳ねるな、せーの、これスティックで追いかけれるんだ、はい、あ、そうなの、追いかけるってどういうこと、あ、スティックで画面ずらせる、なるほどね、こうやって横に動かせない、横にスティックこう倒すと、いや追いかけてこない、うん、何もなんないよ、何もなんない、あ、B でやるってだって、あ、違うわ、違いますな、うん、うん、じゃあ頑張って捕まえよ、まっすぐしか飛ばない、ボールがもうないぜせーの、よかった今晩難易度高い、そうやな、うん、金色仕様子やったからな、ズリの実ぐらいは掴みてやったかな、ブルモンサス下手なだけかもヘボいからな、ずっと真ん中にいるやつらばっかしちゃったからな、そうやな、ズゲットだ、コンパン、コンパン、図鑑はなんていう、ちょっとずつ違うよね、コンパン、ね、レーダーになる大きな目は明るいところでは小さな目が集まってできているのがわかる、これ昔と一緒かな、どうだろう、コンパンにはあんま興味なかったからな、そうだな、うん、ゴルフォンになっても興味なかったからな。行きましょう。行きましょう。モリモリ行きましょう。レベルが食らってないからね。うん、なんならロール中羽休みがあるからね。ああ恐ろしいよ。あ、おじさんの金の玉って言わないこの人は。落ちちゃった。スペシャルガード。あ、こういうアイテムあるんだ。よいしょ、人影行こうぜ。あばばばば、船。野生ポケモン。多分あんま戦わなくてもトレーナーが多いから一気にレベルが上がるね、うん、
あのコメントで育成してるとこ見たいっていう人もいたんですけどもね、うん、なかなかチャンスがないかもしれないね。そうな、うん、もういわくこれはこれは不利だぞ、不利だな。ロード中のゴリ押しで戦えるかな。ゴリ押しするしかないな。よいしょ、チコはレベルが低いからタタミちゃんに。タタミくんか。タタミくん、なんでタタミって名前にしたの。草だから。草だはい、タタミ行きましょう。倒しきれるかな。いや倒しきれない。おお全然減らん。硬いわ。いや落とし効果抜群。あ、やばい。レベル高いから。レベル高いから。羽休みしといてもいい。羽休みしとこうか。うん、畳の鶴の鞭で落とせると思うから。ああそうやな、鶴の鞭。鶴の鞭25回も使えたっけな。鶴の鞭って確か昔10回やったと思うんやけど、回数増えたんかな。弱い技のくせになんで10回なんだろう。怒り。あら、あら、でも畳もシュッ畳も硬いな。ちゃんと鶴出たな。それ御三家ですから。さすが御三家。あ、畳ちゃん進化するね。え、進化させないよ。え、そうな、うん、なんでさ、サトシ、サトシ戦法ですよ。え、そうな、うん、進化させないよ。え、なんで、うん、お、パン、パン、あと、あと、あと2レベルだよ。不思議な飴1個あるからな、あと2レベル。不思議な飴2個あるよ。あ、2個あるの。2個あるよ。あ、あと1レベルで、なんと、なんと一気にエースになるよ。絶対強い。最初に噛みつく思いだったから。のし上がりますか。一気に。一気に、一気に頂点取るで。一気に頂点。ここにアイテムがある。でもこっちから回っていかないと目があって取れなくなる。ああ、なるほどね。そうやったかな。うん、取り使いや。ピッチャン。お、ビジョン対決。おお。ふふふふ。ロロチュンを舐めるなよ。この人影ね、プレミアボールに入ってんだ。うん、いいね、うん、ちゃんとヘリムさんがね、リザードン好きだったっていうことだったんでね、頑張ってプレミアボール使って捕まえたんですよね。そんなこと言ったっけ。うん、うん、うん、あ、こっちか。こっちかい。いけ、その丸い可愛い頭でズツキだ。丸い可愛い頭当ててくれよ。ズツキ、お、ゲッ、おー、強い。初お披露目やな、頭突き、うん、お、ロルシュレベル上がった。早くピジョットになってほしいな、うん、ピジョット綺麗なポケモン。なかなかできるね。ほう、モンスターボールいっぱいくれるな。うん、いいね。アイテムいる。うん、あれ、あれ、あ、横向いてた。うん、うん、あ、つ、いい気分、いい気分のせい。でてん、戦うよか。いや、あんたが喧嘩ふっかけてきたんだ。ひどい、ひどい言いがかりだ。勝負を仕掛けてきたって言う。仕掛けてきてんじゃねえか。あ、ディグドだ。お、こっちは不利だよ。不利だな、両方不利だな。どうしようかな。フェルムさん殴ったらいいよ、そのまま。そう、あ、ゴリ押ししようか、うん、じゃあ、ロルチュンはご了承します。翼で打って、で、実様は、頭突きと。丸い可愛い頭で多分これで死ぬと思うけどね。あ、レベル差がね。ディグダやっぱあの基礎パラメータが低いからね、素早さ以外は低いんで。あ、素早さがめちゃくちゃ速いからね、うん、やたらポケモン詳しい人みたいなけどね。へーみたいになってるけど、私一角いらない。やった、ようやく、ようやく、イエーイ、負けそうだよ。やめとけよ、じゃあ。戦う予感して、戦う予感。そっか、ここになんか落とし物とかないから、うん、あ、ほんまにいっぱいおるな。うん、ここで一気にレベル上がるんだよね、うん、で、マサキに会った後に、うん、花田ジムで、うん、霞と戦わなかったな、うん、石つぶてる。うー、不利。不利だ。まあ、ゴリ押し
あでも14か、いけるかな、しかないな、ご流数しかないな。よし、火の粉、火の粉初めて見れるかもね、お披露目だ。いや、ジュジュン、よし、あ硬いね、やっぱり硬いね、もっときついね、もっときついね捨てろ、あ捨てろ、巻かれた、あこれはひどい、いや、交換しなきゃ大丈夫だよ。まあ、そうだけどさ。でも相手が硬いよ。大丈夫だよ。二人で攻撃したら終わるから。あ、我慢。我慢ですってよ。二ターン耐えたら、食らった分のダメージを返してくるのかな。あ、いや大丈夫大丈夫。ハチ公が頑張ってくる。かっこいいな、やっぱ炎技は。美しい。うん。よしよし。よしよし。ワンリキ。あ、そうだ、あそこの、うん、この辺でワンリキ取れたね、確かに。あ、そう、こいつはもうロロチュの敵ではない。そうだな、タイプ抜群取れるからね、うん、飛行タイプは格闘タイプに強いですからね。あ何もせずに出てきただけ。ミサも怪力好きなんですけどね。うん、タラコ口に顎でしょ、あれ顎、顎かな、うん、え、唇じゃなくて顎なの、あれ。そうじゃない、ここにアイテムとかないんかな。何も反応してないよ。なんで？なんでや。こいつは戦わないのね。あ、戦う。時間がそろそろって感じだけど。あ、そう。はい。まあ一旦じゃあここで編集点としましょうかね。ということでね。はい。爺様メインで喋る回がまだもう 2,3 回続くかもしれないですけどもね。ポケットモンスターレッツゴー。レッツゴー。もしここまで見てくださった方はございましたら、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。